こんばんは。こんばんは。今波の声制作ミーティング放送のカタログの、第10回、はい、今日のゲストはですね、僕ですね、自己紹介そうだ誰だって、監督の酒井と言います。よろしくお願いします。あの共同監督してます。毎回ゲストを呼んでですね、放送してまして、今日のゲストは、写真家の志賀理恵子さんです。はい、よろしくお願いします。簡単な紹介な、そうそう、ああ入ってますか。これ入ってます。浜口だ。これはい、すいません、浜口です。すいません、改めまして、今日は写真家の志賀理恵子さんをお迎えしてるんですが、まあ一応待望のゲストといいますか、ですよね。でなんで一応来ていただける、まあ、ご縁になったかというのを、軽く説明しますと、僕たち、5月とか7月ぐらいに、こっちに来て、僕は5月で酒井は7月に来て、でその時に、ボランティアとしてってわけでもないんですけれども、志賀さんがその当時、北釜でやってらした写真戦場の、その被災してそのバラバラになってしまった写真を集めて戦場するっていう、その、ボランティアに、参加したのが、一応きっかけというか、でなんかごめんなさい前後するけど、志賀さんはもともと2008年にその宮城県の、名取市北釜っていうところに来て、その写真の、撮影をしている、実際住み込んで、住み込んでしている方なんですけれども、去年のね、311があって、その実際志賀さんも被災されたりして、でその中で志賀さんはその写真戦場の、仕事というか、ボランティアでやってて、でなんか、僕たちもそこに参加させてもらったというのが一応出会いなんですけど、ただもう少しなんか、仲良くなったと言っていいでしょうか。僕これ初め見たのは志賀さんのレクチャーです。ミラテイクでやってたレクチャーを、なんかその僕らがやってることをいろいろ相談してたら、清水千夏さんが、出てみたらと、話を聞いてみて、出てみたらですね、これが非常に衝撃的な、そうですね、いやもうこんなすごいことが行われているなんてっていう、レクチャー、そうそう、1時間ぐらい本当にかなり喋ってるっていう、しかも年下みたいな時があって、でもかなりキャリアとしては全然すごくある方なのを、僕恥ずかしながら知らずに聞いたんですけど、それからずっとね、欠かさず通うように、毎月1回、受講して始めたりとか、それがそうですね、なんかのきっかけでちょこちょこ、そうだね、なんか、全10回のレクチャーだったんですけど、第3回ぐらいからちゃんと参加したのかな、8月だったか7月だったか、で、なんか質問したんだよね、僕が質問して、その時話されていたことは、とっても面白かったんですけど、でその質問をして、でその後なんかまた写真戦場に行ってっていう流れでだったんですけど、質問が、質問を覚えてますどんなだったか。いや、でもね、細かくは覚えてないですけど、結構なんというかな、ここまで聞いてもらえてたんだみたいな驚きを持って、その質問を受けたりして、でもやっぱり、ああいう場っていうのは、結構さっきも言ったけども、そのレクチャーに関しては本当に一字一句の原稿があるんですよ、でそれで挑むものだから、そのテンションから外れて質問をバッと受けたりすると、やっぱり私の場合はあんまりその場でうまく答えれなかったりして、でそれを持って帰ってゆっくり考えるみたいな感じだったですから、ゆっくり考え、その後ゆっくり考えてだなっていうのはありましたね。なんて聞いたか覚えてるの？一応なんかちゃんと細かく言えるかちょっと難しいんだけど、その時その志賀さんが話されていたのは、北釜っていうところにどう自分がその外部からの人間として入っていったかっていう話をしていて、でその町の写真屋さんとして志賀さんは北釜に入っていったんですよね。でその中でその北釜っていう土地を理解するために、その
地元の人たちにオーラルヒストリーの聞き取りをやったっていう話があって、はいはい、でオーラルヒストリーを聞いて、まあ、1対1で聞いて、うん、でその人の言葉を、うん、まあ、録音もして、うん、つつ、まあ、受け止めて、うん、でもっとなんかそこに近づきたいっていうことを言って思った時にその録音したものを聞き返して、まあ、それじゃ全然足りなくって、うん、それをまず文字起こしして、うん、でもまだ足りないと、うん、でその鉛筆書きにして写経するみたいにして、うん、でさらにまたそれを読んで、うん、みたいなことを してて、そうしたらそのいろんな人のオーラルヒストリー、北鎌全体のオーラルヒストリーみたいなものが、まあ、自分の体の中に入ってきたんだっていう話を、まあ、されていて、うん、でそうしたら急にその北鎌の急になのか分かんないですけど、北鎌で、まあ、歩いている時、まあ、向こうでおばあちゃんが手を振ったりした時にそれがなんかある風景に、うん、風景として完成するみたいな話をされていたんですよね、うんうんうん、でそうだそうだ、はい、そうそう、はい、でそれがまあ、あ、とても面白いと思ったんです、うん、その当時、なんか僕たちはその波の音って映画作ってて、うん、で風景を撮らないっていうことを選択してて、うん、それはそのなんか風景って今僕たちが感じてる風景っていうのなんか撮れないんじゃないかなみたいな気持ちが、うん、あの当時、まあ、目の前のものを、うん、に対してあって、うん、でまあ、そういう問題意識もあってあの時その志賀さんに質問したのは、うん、あのまあ、そういうあるオーラルヒストリーっていうものを体に入れた志賀さんの目の前にある風景っていうものが、うん、まあ、現れたんだと、うん、で、うん、でもそれってその写真っていうものに収めることができるものなんですかっていう、うん、そのカメラっていうものに収めることができるものなんですかっていうことをなんか聞いたような、うん、そうですね、うん、でなんかなんとなくできないかもみたいな話を したような感じがするけど、うん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 、そうですね、うん、そんなんでしたね、はい、はい、そう、なんか今でもなんか、うん、ちなみにそのそもそも撮ろうとしているものってその、まあ、ある風景がパッと見えたあるフレ、まあ、フレームとして一コマとして見えたっていう体験があって、うんうん、撮ろうとしている写真っていうのはそれと近いものなんですか、どう、いや違うとは思うけども、うんうんうん、なんか見えないものだから、うんうん、多分それは、うんうんうん、なので、うん、なんというか、うん、それがきっかけにはなるかもしれないですけどね、例えば向こうで遠くで手を振ってる人が いたとかさ、うんうんうん、そういうきっかけにはなるかもしれないけど、それがそのまま何かになるかといったら、うん、きっとそうではなくて、うんうん、なんかこう薄いレイヤーの一つのような感じはありますね、うんうんうん、薄いレイヤーというのはなんかその見えるまで の、うん、の写真を撮る行為までの、うん、そうですね、うん、はい、っていうような感じがしますけど、うんうん、なんかこう断言できることっていうのが非常に少なくて、うんうんうん、だからそれをどう言うかみたいなのの戦いだから、そういうなんかこう、うん、だからいろんな印象に、うんうんうん、自分が話した言葉がいろんな印象に受けられていくんだろうなっていうことを、うんうん、まあ、覚悟した上で話してみるみたいな感じがありますね、うんうんうん、なんか結構聞いてて非常にこう、うん、捉え損ねると本当に置いてかれるような時もあったりとか、うんうん、あと本来言葉にあんまりしないようなことをしてるんじゃないかっていう感じのね、うんうんうん、特にあの分からなさって言葉が結構マジックワードで、うん、マジックワードですよね、そうですね、うん、そう思います、う、うん、ただなんかその分からなさ、と言ったところで、うんうん、わかんないじゃないですか、うん、正直ね、まさにわからない、うん、だけど、あ、まあ、それでもなお、もしそういうものがあるとしたら、うん、みたいな感じで、うん、かといって、うん、全然支離滅裂な、うん、あ、何かぼんやりしすぎていることでもないんですよ、うん、自分の中では超クリアなの、分からなさ、これ分からなさ、そう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 、うん、全くその嘘のない真実なんだけども、うんうんうん、それをね、一回その言葉にしてみたら、あれ、うん、みたいな言葉がないっていうのはありますけどね、うん、だけど、そのだから、分かりにくいことを言って
ってたかもしれないけども、うんうん、嘘ではないっていう、うん、ものすごい真実みたいな感じだったと思うんですけどね、うんうん、あの時は、うん、その分からなさっていうのが、まあ、その見てる人に多分ちょっと、うん、そうですね、まあ、本当に分からない、本当に分からないと、まあ、説明をするとその北鎌で撮影をしていて、うん、でそのまあ、僕が説明しちゃっていいのか分かんないけど、ええ、その志賀さんがその北鎌で撮影をされていて、そこでその、まあ、志賀さんの撮影っていうのは多分そのまあ、いわゆるジャンルとしては構成写真っていうものに属するものだと思うんですけど、うんうん、まあ、あるセッティングをしてそこに人に来てもらってそれで撮影をするんだけど、まあ、それが非常に奇怪な、まあ、装置であると、うんうん、奇怪な、まあ、ある種環境だったり装置だったりするところにその北鎌の人たちに被写体になってもらう、はい、でその被写体の人たちがでもなんかなぜと問わないとその、はいはい、なぜと問わただ単になぜと問わないどころか、うん、これはもっとこの写真こうした方がいいんじゃないのとか、そういうことを何か、なんでどうしてってことを問わないままにでも何か共有しているものがあって、それをなんか志賀さんは分からなさの共有っていうふうに、はい、まあ、呼んでたんですよね、うん、そうですね、でそれはなんかすごく確かなものとして、うん、そこで共有されていくっていう、うんうんうん、だからあの言ってたのがそのイメージみたいなものに中に自分が住んでみ、うんうん、見たいっていうのがあって、うん、それで東北に来て、うん、で北鎌っていうところに住んで、うん、でまあ最初はそれだけだったけど、うん、住んでみたいだけだったけど、うんうんうん、そこからいろんなことがあって、うんうん、で写真を撮るようになって、うん、でまあ、そのなんかやっぱりその全てはイメージの中に入ったら何が起こったかっていうことなんだけど、そのうちの一つとしてこのなぜと問われないっていうのはなんか妙なあの妙なというよりも今まで問われすぎてたのかなみたいな、そういう社会だったし、そういう教育を受けてきたし、そのそういうところに自分はいたのかなっていう感じで、だからそういうものをさ、うん、その自分でぶち破っていかないと、うんうん、なぜと問われない世界にはいけないんですよ。レベルが高いというか、レベルが高いということじゃないんですけど、うんうんうん、自分がね守ってきたものみたいな、知らず知らずに、うんうん、それをぶち破らないとそこにはいけなくて、うんうん、っていうことなんでしょうね、わからなさというのは、うんうんうん、でもわかんないですけどね。その、こんなにクリアなことなのに、うん、こんなに言えないというのは、うん、どういうことでしょう、うん、みたいな。その感覚って、まあ、なんか今イメージっていうのはマジックワードとしてまた出てきて、これはちょっとまた後できっと触れないといけないと思うんだけど、イメージってまた何なんだっていう、うん、そののがあるけど、そのなんだっけ、その分からなさ、そのクリアな感覚っていうのはずっと昔からあった、その志賀さんの中には。分からなさのクリアさ、うん、みたいなことですか、うんうん、あったとは思いますよ、うん、あでもそれは分からなさについてではないですけど、うんうんうん、その分からないことに対してのクリアな感情とかさ、うんうん、クリアな 気持ちとか、うんうん、自分そのね、うん、理解っていうのはいつもあったと思うけど、でもそれで誰でもあると思うんですよね、うんうんうん、ないですかね。なんかすごく難しいんですけど、うん、それがなんか違和感的なものなのか、うん、そのきっとそうだと思いますよ、うん、なんかこの、うん、なぜこうなってるっていうことに、うん、が分からないのにあるみたいなことがまあ常にあったと、うん、まあそれってまあすごく僕らにとってもなんかこうなんですか、映像を取り出すきっかけも結構近かったりとかですね、うんうんうん、なんかまあそうするかもしれない、そういう写真撮るきっかけもやっぱそういうことなんですか。うん、そうですね、うんうん、そうですね、全くそうだと思います。なんか一瞬手が届くような感じが、うん、そうですね、うん、そうか、まあその志賀さんずっとスポーツやってて、まあ踊りやってて、はい、っていうのがあって、うん、でまあある高校時代ぐらいの写真をやるっていう、うん、なんでその時になんかそれまで踊りの世界ではなんかいけなかった何かっていうのが、うん、急にあった、うんうん、そうそうですね、うん、いやもう踊りの世界みたいなものでも、うん、イメージっていうのはすごい大事だから、うん、それは自分のなんか体で、扱っていたことではあるけども、うん、でも関わり方がもうちょっとワンクッション、写真だからあるじゃないですか、うん、だからそのワンクッションを置いた感じが、うん、特に私のような、うん、育ち方をした世代の、うん、人間にとっては、うん、さらに、
身体的なことだったみたいな、うんうんうん、っていうのがあって、うんうん、ワンクッションっていうのはカメラ、カメラとかその触れないとかね、うん、そういうことだと思うけど、うんうん、そういうのがあって始まったっていうのはありますね、うんうんうん、私たちのような育ち方っていうのはその前その僕が風景って撮れるんですかみたいな質問した時に、はい、志賀さんが説明してくれたのは、まあ、80年代生まれ で、はい、でなんかすごく自分はその、うん、もうすでに自動化された社会の中に生まれたんだっていうことを言っていて、うん、でその自動化された社会っていうものにものすごく違和感があったんだ、うん、っていうことをなんか言ってたと思うんですけど、うん、あれ何を聞こうとしたの、うん、でもなんかその、うん、まあなんかその、ね、でもそれ人によって違うからね。そうですね。それを疑問、まあそのなんていうかその違和感を持つ人と、うん、まあ多分その出会った体験みたいなのもあると思うんですよね。うん、例えば、うん、押してなんで電気がつくんだとか、それをそのレベルで多分なんか、うん、違和感を感じる人はするんだろうし、何、うん、かその何か今奪われてんじゃないかみたいな。だから世代と言っては良くないとは思うけども、なんかそれは、離れがたい。うん、ちなみに全然記憶じゃない、あの志賀さん世代って一般的にゆとりって言われる世代ですか？そんなことはない。もっと前、俺らと一緒？うんうん、80年だってそんな変わんない。変わんないか。うん、そうだ、そうだ。俺そっか、そうだね。なんか特にでも、うん、そこまで僕なかったですよね。そのまあ、田舎だっていうのもあったんですけど、うん、あ、自動化されてない、自動されてないみたいな、もっとなんで近くなんねんみたいな、うん、学校出たら家出たら学校だったらいいのにみたいな結構ありましたね、なんでこう自分で歩かなきゃいけないとか、うん、遅れそうになって走らなきゃいけないとか、うん、そうですね。なんかまあそんな自動化感じたから、なんかきっかけとかって覚えてます？そんなのこれ、うんうん、いや気持ち悪さだと、違和感っていうとなんか立派な感じじゃない、うん、だけど気持ち悪いっていう、なんで蛇口ひねったら水出てくるのとか、いや直接的にはそう思ってないですよ、そんなことは思ってないですよ、うん、ただ気持ち悪いみたいな、うん、そのなんかこう、うん、すごいいつも俯瞰してる感じがあって、で自分だけかなと思いきや、うん、結構後になって最近になっていろんな人に聞いてみたら、うん、あるあるみたいな、うんうん、人は多かったから、うん、これって世代的なことなのかなみたいな、うんうん、でも別に関係ないかもしれないけどね、うん、個人的なことかもしれないけど、うん、でもなんかいろいろそこで理由を探ると、うん、生活っていうのは大きかったかなと思うわけですよ。皆さん名古屋でしたか？そうです、名古屋じゃなくて岡崎です。岡崎は名古屋の隣の隣、うん、結構都市部、都市部ではないですけどね、住宅地だ。浜口さんと私が結構似てて、そうですね、まあ、そうですね、僕も団地育ちみたいな、そうですね、感じで、まあだからすごい野育ちで、団地育ちみたいな。でもそんな違和感を感じたかっていうと、まあ僕は鈍感だっただけかもしれないけど、まあ、あんまないんですよね、なんか。多分でもそのスポーツとかやって、その時感じたものとのなんか乖離みたいな。そうですね、だから多分もっと言えばその世代的なことは実はあんまり関係なくて、うん、幼い時に出会ったその自分の身体というものがあまりに強烈だったというのはあると思います。踊りの時ってとか、なんか単純にその、うん、走ったりとか、うん、ね、うんうん、その感動みたいなのが大きかったから、そう思っ、ね、感動で思ったのかもしれないですね、逆に、うん、なんか生活の実感を超えるような実感みたいなのがあった、ね、そうじゃないですかね、うん、生活の実感を超えるような体の痛みだったりとか、うんうん、どう考えたって痛くないって思って痛くなくなることってないじゃないですか、うん、ずっと痛いみたいな。そうっていうのはあるけどね、うん、どうでしょうね、うんうんうん、そうだ、あでもそういうことなの、うん、そうね、うん、なんかまあ俺運動できなかったからそうですね、でもなんか、うん、それもさ、なんかこう、うん、みんなあんな速く走れるのになんで走れないんだろうとか思ってるし、そういうね、もう身体の不自由さをむしろ感じていたけど、むしろでもなんかね、うん、そのカメラを手にした時にもやっぱちょっとそれを飛躍するようなことはやっぱなんか、あでもあったかもな俺、うん、あったような気がするよ、ね、
なんか そこでそのカメラっていうものはなんか身体のか、うん、まあワンクッションってさっき言いましたけど、うん、身体の感覚みたいな、要するにちょっと実感としては薄れるような単純に考えたらね、うんうん、ありそうじゃないですか、うん、いやカメラとオートフォーカスのカメラと自分の体が非常に似てたということですよね、きっと、うんうんうん、でもそれかオートフォーカスのカメラを触った時に自分の体を再発見したような感じがあったわけですよ、うんうんうん、多分これはきっとマニュアルカメラだったら、うん、それはなかっただろうと、うん、こんな複雑なことみたいな、うんうん、だから知らず知らずのうちに自分もオートマチックな生活に慣れていて、うんうんうん、違和感を感じてたくせに、うん、慣れていて、うんそういうものとになっていたから、うんうん、だからやっぱり それにすごい親近感を覚えたみたいな、うん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 、俺だみたいな、うんうん、オートフォーカスのカメラこそ私の親近感そういうのは絶対的にあったと思いますね。志賀さん今も基本はオートフォーカスで、そうですね、マニュアル もちろんありますけど、うん、なんかねその機械音痴、うん、機械音痴ってさっきも話して、ねうん、言ってたけども、うん、なんとなく自分でそこを超えたくないっていう、うん、その感覚でいたいみたいな、うん、あるんでしょうね、うん、そんなんじゃいけないって分かってますけど、うん、だけどやっぱりその、うん、その機械は機械だっていうところを超えて、うんうんうん、自分の何かね手の指みたいなものに、うんなってしまうと、うん、ちょっとこう、うん、なんというか、うん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 、違うくなっちゃうんだろうかな。本当にマニュアルで例えばものすごく技術を高めて自分の本当に思い通りに撮るっていうこととはちょっと違うってことですよね、うん、そうなったらいいなって毎日思いますが、うんうん、でもそうなるようになんとなく自分でしてないような気もして、うんうんっていうのがあるかもしれないですね。その僕、まあ、志賀さんの写真をその見てる方でそのご覧になってない方もいるかもしれないんですけど、まあ、一応 Google で志賀さんを検索していただくと一応その、まあ、ホームページとかかなで 見れると思うんですけど、なんか見ていただくとなんとなくわかると思うんですけど、そのなんかいわゆるそのちょっとまあ、いくつか特徴があると思うんですけど、まあ、現実で起こるととても思えないようなものがまあ映ってるっていうことが まず言ってると、あとなんかこれは僕の非常にあの主観的な感想ですけど、無造作だなってなんか思うんですよ。なんかいわゆるそのフレームをものすごく決め込んでいるとか、なんかそういうことではないような撮られ方をされる、まあ、この前その志賀さんの最後のレクチャーで動画をあの志賀さんが撮った時の衝撃的な、あれ意味わかりました、あのその北釜の人たちのところに志賀さんが撮ってその会話の意味が分かったかってことですか、そこで展開されてる、はいはい、あもうほぼ分かんないただなんか笑ってるっていうのはなんか、そうそう、あれが分かるとむちゃくちゃ面白かったなと思って、内容的に面白い、むっちゃ面白いです残念ながらあでもその会話もさることながら、うん、何撮ってるか分かんないとかそういう、うん、結構あって、うん、そうそうね、それちょっとね、あかん、ダメだったですね。いやでもなんか志賀さんとカメラのあり方ってこういう感じなのかしらってなんか思うところがそうですよね、うん、志賀さんがカメラを使うっていうのはなんか、うん、で普段はその一枚一枚しか見ないけど、ずっと回ってるとなんかこういう感じなのかな、そうそう、なんかでも一瞬なんか変なものが映ったりも変なものじゃないですけど、みかんでしょ、みかんとかあとそうなんかテーブルにボンとカメラ置いてそこにみかんがボンって入ってもう全部みかんとか、なんかあの時は撮ってますからみたいな感じで、うん、一応コメントが欲しいんでって言って、うん、でカメラをじゃあ置きますねって置いたら、その前におばちゃんがいきなりみかんずみかんを食べみたいなで、まあ、その後行った家で、家のテーブルに全部みかんがあったんですでもずっとみかん出てきますよね、みかんけど何の話でしたっけ、カメラ、うん、カメラの、うん、そうなんかすごく無造作な、うん、なんかだからメガネに、うん、メガネがカメラだったらどんなにいいかって思います、ね、今見てるもの今見てるものがそのまま撮る、そこを外せるし、目がカメラじゃダメなんですよ、メガネがカメラ、スパイモノみたいな感じになりますが、そうか、なんか結構、まあ、言い方悪いとぶん回してるみたいな形で、うんうん、あと何ですかそのやっぱ
結構カメラを持っていくとみんな萎縮しちゃうけど、みんな全然萎縮してないっていうのは、うんうん、そう、なんか不用意にカメラのこの辺でゲラゲラ。いやでも萎縮はしますよ、もちろん。やっぱりその最初の頃はあれでも萎縮してるということなんですか。いやあの時はしてないですけど、そのなんかこうやっぱり最初の頃はこんなにビビられるもんだなというのは思いましたよ。まあ、だってもう狙って狙ってみたいな、ね、私ももう必死だし、うんうん、撮らなきゃ撮らなきゃって、撮られるの嫌だ嫌だみたいな感じのなんかこうセミがいる、そうあって、はい、どっちも慣れてないっていうので、うん、あこんなに、うん、こんなにもと思いましたね。それやっぱ村の中のイメージに入ったらそうなれるってこと、うん、で慣れていっていつもカメラ持ってるもんだって志賀さんはいつもカメラ持ってる人と、そうですね、うん、だから持ってないと逆に持ってないのみたいな感じで言われる形もあるけども、うん、でもそれほどなんか今日の話もあったけど、うんうん、そんなに毎日日常的に撮るものではないですから、うんうん、私も、うんうん、でもカメラは最初はビビられました、うんうんそうですね、結構またでかいですよね、やっぱそのそうですね、どうでかいですからね、うんうんうん、なんかそのイメージの中に入りたいって思う、まあ、そのモチベーションみたいなこととしてその言われたのが、うん、そのイメージの外に行ってそのイメージを取っているとその、うんまあ、これ僕の言い方になっちゃいますけど、そのイメージから何か、まあ、かすめ取ってるというか、まあ、何かなんていうの、盗んでいるというんじゃないけれども、うん、何かまあ奪っているような印象があるっていうようなことを言われていたような気がするんですけど、うんはいはい、それでその中に入ろうとしたっていうことを言ってたんですが、はいはい、それはそのカメラっていうものが基本的に暴力的なものであるっていう、暴力的なものだとは思います、うん、だからあんなに惹かれたんだと思うし、うん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 、なんかこう、うん万引きしてるような感じっていうかそうじゃないですかね、簡単に手に入る、簡単に手に入る、うん、こう触れなくてもいいっていうところはやっぱり魅力でもあるし、逆に暴力的な意味と意味になっちゃうこともあるから、なんかその狭間にこう挟まれてね、ものすごい揺れてるっていう自分がのはありますね、やっぱり、うん。でもそのイメージになることで、うんまあ、それって、まあ、乗り越えるって言ったらおかしいですけど、そういうことってあるもんなんですか、そのこっち側だけにあるもん、うん、でもやっぱそれっていうのはもうちょっとその、うん、撮る前の段階の話で、うん、イメージそのものとは、うん、関係、ちょ、うん、関係はあるけども、うん、あまりそのことを考えない方が、うんうん、いいような気がしていて、うん、イメージというものを語るときに、うん、だけど、うん絶対に避けられない、うん、話ではあるから、ね、いつも話をするっていう感じはありますよね、うんうんまあ、現実に振るわれる暴力としては一応それはあるんだっていう、うんうんうん、っていうのは、うん、そこを甘く見ていると、うん、絶対自分にぶり返ってくるので、うん、その甘さというのが、うん、でそんなことが何回も何回もあったし、うん、でだからやっぱりそれは無視できなくなっていったみたいな、うんうんうん、最初はその暴力的な甘い誘惑みたいな支配的な、ねうん、そういうのに完全に酔いしれてた思春期の頃だったけど、うん、だけどそこからもうしっぺ返しをガン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 その時間その後の時間で受けて、それがやっぱりあ無視できないし、うん、それに対してどうするかで、うん、その支配的な何かっていうのを自分の中で克服していかないと、うんうん、本当に自分が最終的に支配されてしまう、うん、なってしまいますよね、うんうん、っていうのはあるかなと思うけども、うんうんうんなんか写真撮る人の中に、まあ、僕写真のことはあんま全然詳しくないんですけど、写真撮る人の中に多分いくつかのタイプがあるじゃないですか、はいはい、そのまあ生活の中に入っていってなんかそれこそまあスナップみたいに撮っていったりとか、うん、でその、まあ、志賀さんのやってることってのは、まあ、生活の中に入っていってるんだけど、その中でさらに、まあ、ある構成写真的な、うん、まあ僕たちの言葉で言ってしまえば演出を加えるわけじゃないですか、うん、それってそのイメージの暴力性みたいなものとなんかその関わりはある、そんなに、どういうことですか、要するにイメージの暴力性を克服するためにその構成写真的な撮り方をするっていう、選択なのか、まあ、うんうん、そうではないのか、はい、少しはやっぱりあると思いますよ、うんうん、その、うんだけども最初はその演じたりとか構成するっていうことそのものが暴力的なことだったわけでもあるから、
必ずしもね、うん、そうすることで、うん、その暴力性を回避しているかというとそうではないですよね、うんうんうん、だからまあ何にでもそういう要素ってきっとあるから、うん、言いづらいとは思いますけど、うんうんうん、どうなんでしょうね、うん、でも逆に演じるということで、そのっていうことはそのフィクションに な,、うん、なるっていうことが一つ許される、うんうん、何か一つのなんかこう解決方法じゃないけど、うんうん、にもなるし、その演じるということは、うん、必ずしも嘘になるとか、うん、いうことではないですから、うんうんうん、それはあると思います。演じることでよりその、うん、こう本当のことに近づくことができることだってあるし、そっちの力の方を強く感じることがあるから、うん、それと予測不可能なものを、うん、組み合わせるようなやり方を、うん、今は今の段階では選択してるみたいな、うんうんうんっていうところはありますね。そう、なんか今聞いて、うん、でもなんとなくその、うん、そのレクチャーの中でもこういうことをやったと、例えばね、ぬいぐるみ集めてきて、うん、袋の中に入れてなんか積み上げてみたいなことが、うん、まあ、聞いてると本当なんでだろうって気も、うん、まあ、もう反射的に思ってしまうんですけど、うんうん、なんでそうそれしたそうそうそう、うん、まあでもそのあれでしたね、そのまあ見るとちょっとなんか儀式っぽいということですね、うん、その、まあ、理由何かしなきゃいけない目的のためにやってるわけではなくて、うん、なんかその、うん、でもあれもなんか当てずっぽにやってるわけではないわけですよね。いや割と当てずっぽです。当てずというより、何でもいいわけではないけども、で、ね、でも何でもいいんですよ、きっとそういうことだと思います。何でもよくてそれがどう変わっていくかっていうことの、うん、こうペロッとはいかないけど、うん、何でもいい、とにかく、うん、ガッとわしづかみにしたものを、うん、とりあえずその、うん、撮影というシステムの上に載せる、うん、で載せていった時に、うん、まあ、それが何かに変わる時がある、うん、その変わるための、うん、仕組みであり撮影だから、うん、それが変わる時っていうのはペロッとはいかないけども、それがぐーっと変わることができれば、うん、さっき最初は何でもいい、だからあんまりその、うん、練って練ってみたいな、うんうんうん、そうすると逆に残らない、はあんまり良くないと思うし、うん、そこまで、なんていうのかな、体のその使い方みたいなのを一つで、うんうん、絶対にそれは訪れるっていうことを、うん、その自分の中にその、うん、持っていたいというか、うんうんうん、それをなんか化け物と私は言ったけど、うん、なんかそれとの関係だから、うんうん、だからあんまり最初にこれだみたいなのがあるとちょっと逆にちょっとね、うん、しんどくなってしまうというか、うんうん、それを妨げることになると思いますね。まあ、なんかきっかけのようなものってことですか。そうですね、うん、そうですね、うん、きっかけは何でもよろしい、うん、いいです、うん、はい、ある意味では世界のあらゆるものは、まあ、写真になりうるし、そうそう、その化け物になりうるんだと。そうですね、うんうん、だからあのナスの例があったじゃないですか、なんか分かりにくい話ばっかりしてる、ね、そうそう、あの北鎌の人がすごく妙な形のナスを志賀さんとか持ってきたんですよね、うんうん、でそれ志賀さんらしいナスだからって。これをぜひ作品にどうですかって、なんかピョロンってこうなんかこう可愛い感じの、うん、人間の形したナスみたいなのを持ってきて、でこれはもうすごい作品になるみたいな感じで持ってこられた時に、そのレベルが高すぎたのか、それともそれがそれにそれのなんかこうなんつうか、なんつうの、それがあらかじめもうできね、そのこのあった後だったのか、もうすでにどうにもなんなかったみたいな、そう、なんかそれはすごい象徴的だったと思う。でも見つけた時になんか一盛り上がりあったかもしれないじゃないですか、うん、すげーみたいな、そうそうそう、イメージ化した後だったみたいな、選ばれてたみたいなね、最初からね、たくさんのナスからそれがみたいな、選ぶ瞬間だったら、まあでもそれもあれか。いや、その志賀さんがやっぱり何でもいいかもしれないけど、志賀さんが選ぶっていうことはすごい重要だってことなのかしら。選ぶというよりなんかこう目隠しで掴むのが大事だと思いますけど、で掴んだものは何でもいいんだと、何でもいいと言い切れるか分からないですけどね、でもそういうことだと思います、うんうん、でもやっぱりその掴んだものっていうのはその場にあったものにやっぱ影響を受けてるわけですよね。もちろんです、もちろんです、だけどそれが北釜っ
ていうところだってあったわけだし、そこにあるものであったわけだから、じゃあ北釜じゃ なくてもいい、いいんじゃないみたいな、いうことではないよね、で、だから、あそこまで松葉、そうです、そうです、そこで、そうです、だから北釜とは、あの松林とはっていうことの問いみたいなのが、まあ、ずっとあったわけですよね。まあ、志賀さん、その松林の中にアトリエ作って、まあ、その北釜っていう海岸に松林がすごくあって、そこで撮影をされてて、今日実は午前中ね、行ってきたんですけど、そうですね、これがアトリエなんて、そうです、いや本当でもなんかね、それって多分、そのなぜ東北に来たのかっていうことにいつかつながるといいなと思ってるんですよ、まず何もわからないですけど、いくら歴史を調べたってなんだって、やはりそのなぜそのまあ今は北釜であり松林ですけど、それがなぜ宮城県だったのか、でなぜその東北っていうところだったのかっていうところに最後つながるといいなと思う。本当にいきなりこういきなり東北研究みたいなことではない気がしていて、でもなぜこんなにこうね恋に落ちるように東北が好きなのか分かんないじゃないですか。そうですね、それを本で知りたくないっつうか、自分で分かるってこと、取ることで、でもなんかそれはあるんだろうっていう直感はあるんですか。ありますあります、それはすごく確かなんだけども、すごく分からないって分からなさとしては確かなもん、確かですね、それこそ本当クリアな分からなさの代表みたいな、そうですね、ものとして、そういうのないですか。あ、でもなんか突然まあ全然なんですけど、このジャンルやってみたいなとか、こういうものを撮りたいなっていうふうに思うときありますか。そのなぜかわからないけど、僕ら、まあ、劇映画とかね、撮ろうとしたときに、例えばジャンルでこういうジャンルを撮りたいなとか、漠然と思うときあるんですけど、それはでもなんだろうな、もうちょっと そこまで体験、なんていうんですか、生理的なものではないということですね。そうですね、なんか、ただでもまあ僕らの環境で映像環境みたいなのもいっぱいあるので、それに影響を受けていることは多分間違いなく、で、まあ、こんな映像環境もあるのかと、そう、だしそのみんながこういう想像力によって何か動いてるかもしれないっていうのがやっぱ関係してるとは思うんですけど、まあでもなんかそれも本当に分かんないです、なぜこうなのかと、そして意外と時代に合ってなかったりとか必要とするとなんでこれにハマってんだろうみたいな時はありますけど、まあ違うのかな、そういう感覚と違うんですかね、どうでしょうね、でも住み込むって結構ね、ね、体を一番いい方法ですよ、一番いい方法ですか、だって一番近くなるし、だからといって、その住まなければならないとか、行かなければならないとか、そんなこと全くないと思いますけど、一応今の自分にとって一番いい方法だったっていう話、そこに行ったことがなかったとしても、何かを誰かに会ったことがなかったとしても、例えばそのこととかものとか人に対してその話す権利がないっていうことは、それはないですから、そこは自由、全くの自由な世界だと思うし、いろんな方法があると思うけど、今一番いい方法だったですね、で一番良かったですね、実際やってみて、今もよくあり続けている、あり続けてますね、なんかちょっとイメージの話に結構出てきて、まあ、棚上げになってるけど、イメージってな、そうイメージ言ってるけど、でもなんかこの、ね、今その、例えば何でもいいと言いつつも、でもそれ、でもやっぱイメージの中でなきゃいけない気がするんです、それ聞いてると、そのイメージの中にあるものでないと、その、でしかもイメージの中に入ってからでないといけないような、イメージの中にあるから何を選んでも、何を選んでもっていうことなのかもしれない、そうですね、はい、でも今更だけど、イメージの中に入るって、どういうことなんだろうと、そもそもでもね、まあ、気持ちには分かるんですよ、あの気持ちには分かるっていうのはその、僕の生まれた村とかやっぱそのイメージだったなっていう気持ちはすごく、あ、やっぱりそう思いますか、思うんですよね、なんかその、まあ、俺分からない人そうで、まあ、その村はイメージだったっていうの、まあ、でも一番最初の頃は酒井によく聞かせてもらって、そうね、話ではあるけど、まあそのふるさとってなんかキーワードが出てた時に、なんかでしかもちょうどねその時志賀さんのイメージの話の後だったのかもしれないですよね、その後にちょうどふるさとってのが出てきて、まあちょうど去年じゃ志賀さんが言ってたようなあの話じゃねえのみたいな話で話してたんですけど、
なんかやっぱ全然変わんないんですよね、その生まれてから、うん、その小学校住んでる場所もね、うん、結構中学校高校になって、うん、でも、うん、この間一瞬帰った時もやっぱり変わってなかったみたいな、うん、そうするとまたイメージが強化されてですね、うん、まあ、なんですか、今もすでに想像できるとかね、うんうん、そういうんで、あそこに曲がったらあの人、この時間あの人ね、うんうん、親父があそこにいてみたいなとか、うんうん、まあ、家の中もそうですけど、うん、まあ、結構記憶の中のとかで、うん、まあ、その自分がそこにいるというかですね、そういう感じをまあ想像できるというかですね、でもなんかそれが変わることがあるという、うん、ことについてはどうですか、変わる、あ、そのイメージに、いや、その、うん、あの道がなくなってたみたいな、うん、こととか、ありますね、ええ、うん、なんか舗装されたりとか、あと突然なんか、うん、ちょうどね、うちの近くにバイパスってでっかい道ができたんですよ、うんうん、その時はやっぱちょっと変わりました、うん、イメージ全体が、イメージ全体とか街の流れも変わった、あ、街、村ですけど、うんうん、村の流れも変わったし、うん、なんかちょっとやっぱみんな、うんうん、ある、その、うん、まあ、これまた言い方正しいか分かんないけど、うん、そのバイパスがあるっていうイメージになりましたね、その村自体が、うんうんうん、なんか俺が堺の話を聞いてて、なんか自分勝手に解釈したのは、まあ、特に、まあ、僕たちその東北の沿岸部の人たちにインタビューしてて、うん、まあ、そこでふるさとっていう話がよく出てきて、うん、まあ、僕その団地育ちの上にその転校ばっかりしてたんで、うん、転勤ばっかりしてたんで、うん、あの全然そのふるさとっていうのがつかめなかったんだけど、うん、その堺の話とかを聞いて思ったので、その人たちも見て思ったのは、ある種その個人を超えたものがごくごく自然に存在しているっていう感覚なのかしら、うん、っていうことをなんか思ったんだよね。そのまあ、そうかもね、その歴史とかでもそうだし、うんうんうん、なんかなんだろう、都市に暮らしてると個人の方がちょっと勝つところがあるみたいな、うん、どんどん変わっていくから、不確かで、都市は不確かで、うん、だけど私は確かであるっていう感覚が都市に暮らしてるとあるんだけど、うん、でもなんかそういうその田舎に暮らして、田舎と言って、田舎ですね田舎に暮らしている時に、その厳然として変わらないものとしてあったりするときに、すごく確かに感じられるものとして、その堺の言ってるイメージっていうのがあるのかしらと思う。そうね、まあ、これもなんかみんなが共有してるかは分かんないんだけど、なんかみんながきっとそう思ってるみたいな、うん、なんか了解のその領域が広くて、うんうん、で、まあ、当然ここを通るだろうとか、うん、当然こういうことになるだろうみたいな、うん、暗黙の、うん、暗黙の了解って言ったらあれなのかな、まあ別に、まあ、もうちょっと、うん、あの薄いレベルですけど、いろいろあってですね、まあ、そういうもののなんかこう、うん、網の目状のようなものがなんか結構やっぱイメージに、うん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 、で俺ね、その志賀さんが言ってるイメージ、堺の言ってるイメージってまたちょっと違う気はした、うんね、そうかもしれないね、うん、いやでもなんか今の聞いたら近いかもと思ってしまったけど、うんうんうん、あ、地霊みたいなこと、地霊というか、うん、そうですね、うん、その変わることがあるっていうことを、うんうんうん、特に私は思い知らされているから、うんうんうん、だから逆にそのイメージとはっていうのは非常に重い問題としてあるんだけど、うんうん、だけどその生まれ育った環境が、うん、まあ、イメージだったっていうこと、うんうん、あとその個人っていうものを、うんうん、超えるものがあるところがかなりイメージっていうものに近いっていうことはなんとなくわかる気がする、します、はい、そうですね、志賀さんが自分がそういうものを求めたっていうのはあると思いますね、うんうん、それはなんかイメージを個人がやっぱり強かったっていうのは少なからずあったかもしれないし、うん、それをこう、それをこう上回ってくるものっていうのは割となかなか普通の環境では、普通の環境っていうよりは日常的なことの中にはあんまりないじゃないですか、そうですね、だからその環境そのものを変えないとっていう、そうですね、だからなんかそれでパッと、あ、じゃあ住めばいいっていうふうに単純に思ったんだと思います、その時、まあ、なんか飛躍があるかもしれない、イメージってでもただその村じゃなくて、なんかその村に暮らす人も全て含めてイメージだったわけですよね、はいはいはい、なんか
いやでもやっぱりね、うん、最初は松林ですからね、うん、最初はもう、うん、あの松林にしてた単純に気に入ったっていうことだったんですよ、うん、その場所が気に入ったって、うんうん、そうで す, そうです、うん、場所が好きで好きになって、うん、もうそれで興奮してたらそこに人が住んでたみたいな、うん、それを知ったっていうのは、やっぱそこでいきなりここに、うんうん、こういう地域があったんだみたいなことからどんどんそのイメージっていうものの中に含まれていったもの含まれてたものが明らかになっていくわけじゃないですか。じゃあもともとの住む動機づけとしてはそのコミュニティとかそういうんじゃなくて全くです、その風景の中の一部にっていうことなんですね、うん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 、どうなんですかね、その住んでみて、そのでもなんか話を聞いてると単に松林に美的なレベルで感動したっていうことと もちろん美的なレベルですよね、うん、最初は、うんうんうん、完全に美的、うん、美的、美的、うん、あだからその、うん、雰囲気とかじゃないですか、このなんか全てこう松林がバーってあって、うんうんうん、でそれの中に入った時に、うんうんうんわーってなるっていう、それ、ね、それ以外の何物でもないですよね、ここがいいみたいな、そうですね、わざわざなんか、うん、コンテナじゃないですか、なんかわざわざ家を運んでもらってそこに建てて、そうです、そうです、それで住み込んで、あの執着たるやそうですね、そうですね、ここじゃなきゃ絶対にダメみたいな、自分でもびっくりしました、そうですよね、うんうん、あもうでもそういう時はもう確信的にここだっていう、うん、もうそうです、そうです、うん、そのために何でも しないといけない、良かれと思ってみたいな、強引だったと思うけども良、かれと思ってってやってるわけだから、ね、今思うとそれは良かったんだか悪かったんだか、うん、まあでも単純に俺の村とその北川は一緒くらいなんだけど、そんな人来たらびっくりしますよね、なんか、うんうん、そうだと思います、だからね、でも、懐は深かったですからね、半端なく、うんそうですね、その深い懐に入っていくと、そうですよ、まあ、入っていくとやっぱなんかその、あこういう、まあ、ある種イメージっていうものがこう、現れてくると、村の中にある、うん、なんかオーラルヒストリーとかによって紐解かれるものもある種のイメージだったりする、そうです、そうです、そうです、はい、うんうん、その時その松林っていうものの見え方とか感じ方って違ってきたりする、違います、もちろん違ってきますよね、どんどんと、うんうん、でも松林なんですよ、ね、松林あやっぱり松林だったみたいな、本当に戻ってくる、だからなんか今日もなんか話したけど、うん、なんかこう、うんこうあってこう、うん、こう変わっていくみたいな、あ、うん、裏返るっていう、ベローって裏になってって、どう説明していいのか、してか分かんないですけど、まあ、何かその、うん、松林が何かすごく身体的になんか、なんか内、まあ、内在化って言ったらあれなんでしょうけど、そう、なんか袋みたいな、袋みたいな、なんかうまくビニール袋、それ結構ゴミとか入ってます、まあゴミも含めてやってますか、だからこうあったときに、ちょっと上げていただけ、汚いな、そうそうそう、あの言ったじゃん、はい、ちょっと汚いですけど、いいですね、いいです、これがこう自分の体としてあって、体であって、ここがもう松林になります、僕らの、周りがね、で松林があって、こうだんだんこう住み始めて、でこれがなんかこう、どん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 こう、こうなっていくみたいな、裏返ると、で裏返ってって、松林がだんだんこの中に、入ってったみたいな、今こういう感じで私の中に松林が、なるほど、なるほど、ちなみに今あれじゃないですか、そのまあ震災があって、で津波で結構流されて、まあ若干残ってますけど、まあ風景はもう一変してますよね、きっと、その時でもやっぱりその体の中にやっぱ残ってるっていう感覚、強烈にありますね、あの時にそのいろんなオーラルヒストリーとか村のカメラマンとかね、そういうことをやって本当に良かったと思う、感謝の気持ちです、すごい土地に感謝みたいな、感謝ですよ、それはでもやっぱり今まで持ってなかったものだし、むしろちょっと欲しいと思ってたものだったんですか、欲しいと思っていたものとかそういうよりも、自分が盲目的に好きだと思
思ったその松林が何だったのかっていうことを知ることができたっていうのは、うん、やっぱり何よりもやっぱりね、うん、答えがあったということだから、はっきりと自分が聞きたいなと思った歌が聞こえたような、うん、すごいそれはすごく、そういうことですよね、うんうん、松林は松林なんだけども、うん、なぜかっていうところ、うんうんうん、なぜそこ松林の中に何があったのかっていうのを、うん、あの好きだって思ったあの衝動がの理由っていうのがはっきりと分かったから、うんうんうん、その時間差もあるしね、うん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 、ずっと分かんなくて 3,4 年来ちゃったみたいなところがあったから、うんうんうん、今になって、うんうん、ああそういうことだったからかみたいなのがあるとやっぱりうんうん、松林は離れがたく自分の中にありますよね、うんうん、じゃあそうなるとでもある意味どこでも行けます、いや分かんないですよそれは、うん、なんか新しいそういう松林を探してるってことも、ま、松林はないですけど、よくね言われる次どこのコミュニティに、うん、そうですよねコミュニティの人って思うコミュニティコレクターみたいな次どこに行くの、それはないです、ないないです、うん、もう、うん一つだけでいいです、うん、本当に、うん、あでもいいです、うん、大切なものが手に、はい、はい、うん、だからそういう文化人類学的な興味があるわけではないので、うんうんうん、次はあそこのコミュニティ、そういうのはないですね、うんうん、だからどう、うん、どうこれから北釜との関係を続けていくかっていうことはやっぱりあるし、うんうん、でも私自身はずっと北釜に、北釜に宮城県に住むので、うんうんうん、まあ、から続けていける可能性っていうのがあって、うんうん、だからそれはすごく嬉しいですけどね、うんうん、でもなんかもう普通に北釜の人になってるから、うんうん、別にそこまで心配しなくても続いていくでしょみたいな、うんうん、感じかなっていう、でも今聞いててふと思ったんですけど、うん、松林を好きになった理由とか、うん、そのコミュニティとかその中に入っている北釜の人たちとの関係とか、うん、これ結構まあ聞いてると写真とあんまり関係ないとか、うん、あの作品とそんなに関係ないところにあるんですけど、うん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 、これはないもんですか、聞いてるとないように聞く、うん、写真っていうものと直接関係はあんまりないと思いますけど、うんうんうん、でもそのなんつうか それの元をたどっていったところに、うん、またこれまたイメージっていうのがあって、うん、そこから来てると思いますから、うん、松林も何もね、うんうん、松林が好きですんだけども、うん、その松林のイメージっていうものが非常に大事だったわけで、だからその作品とは関係ないかもしれないけども、そういうことは非常に大事だと思うけどね、そのイメージの中に入ること、うん、入ることっていうよりも、それとこれとあまり写真撮ることと関係なくないってことでしょ、そうですね、なんかでもどう生きるかみたいなことにはすごい関係、うんうん、でもどう生きるかイコール私にとっては写真でありイメージですから、それはやっぱり切っても切れないことですよね、どう生きるかっていうのは非常に大事なことだから、切実な、まあそうですね、もう作品写真撮りたいっていうだけでは写真撮らないですからね、うん、きっと、うん、そうですね、うん、そのどういうふうな技術を使って、どういうふうにして生きていくかっていうのは全然気づかなかった、なんかあんまり絡めにくいけど、だけどやっぱりそれはなんかこうね、なんつうか生きるか死ぬかの問題だから、正直に言って一大事ですよ一番重い問題だと、結構切実に作品とも結びついてはいるってことですね、めちゃめちゃ切実です、私はじゃなかったらこういうふうにできないと思うしやらないですよね、今境の言ったこと、写真とイメージってどう最終的に関係するのかっていうことでもあると思うんですけど、イメージ写真は、まあ、写真自体イメージじゃないですか、はい、でもその、まあ、その現実にもあるイメージというものがあって、まあ、カメラはそのイメージそのものは撮ることができないっていうところがあると思うんですけど、なんかその中で写真はどうイメージになるのかっつうか、なんかそうだねイメージが2点3点する、まあ写真なん
か分かりにくいことを言いましたら、うんうん、あ、もう一回、うん、だから、まあ、現実っていうものが現実ってまあただのものではないわけじゃないですか、うん、物の集積ではなくて、うん、そのものとイメージが、うん、合わさったものとしてこの世界っていうのはあると思うんですけど、うん、でもその写真が撮ることができるものっていうのは基本的にはそのものの部分だけのような気がするんですよね。そのある種そのこの現実世界のイメージっていうものは撮ることがカメラにはできないけど、その最終的にそのなんていうんですかね、ある種なんかどんな写真でも結局そうなるのか分かんないんですけど、うん、最終的に写真っていうのはまあある種のでもイメージにまたなるというかなんなきゃいけないんだと思うんですけど、うん、それをどう、うん、志賀さんはやってんのかなそうですね、うん、だから、うん、出来上がった写真についてっていうことですよね、うん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 、それはなんか新たなイメージに関係を、うん、新たなイメージと、うん、日常的なことでもいいけど、うん、精神的なことでもいいですけど、うん、そういうものと新たな関係を結んでいくっていうことだと思います、うんうんうん、だからそれだから終わりとかっていうことではないと思いますけどね、うんうんうん、写真自体が、うん、新たな環境、はいうんはい、だからねそのイメージっていうことについて語るっていうことは、うん、あんまり意味がないような気がしていて、うん、一つの、うん、なんかそこにどこかにたどり着くまでの道のりとして、うん、すっごいいっぱい使ってるけど、うんうん、だけどイメージとはっていうことについて話すことほど、うん、つまらないことはないなとかって思ったりするんだけど、うん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 、でも大事なことだからそうですよね。なんかでも常になんか言葉の中でそのイメージのイメージと置き換えられるようなものになったりするじゃないですか、その言葉自体がこれはイメージの領域なんだと、ただでもここはイメージではここまだここはイメージ以前だみたいな、ここはまあその明確にこう切り分ける必要ないんですけど、でもなんかあるじゃないですか、そのここはイメージ、うん、これはイメージだし、その写真がイメージになるとか瞬間、うん、ただ写真自体もイメージであるかもしれないっていう言葉自体ではそういうこともあるので、うんうん、そのまあ切り分けていくとすごくあれですけど、まあでもそれそうだな、なんか人と話すとなんかこのすごいパラドックスに落ちるんですけど、うん、なんか今すごい話聞いてて気になったのがその作品、うんうん、作品として初めてこう志賀さんがそう撮るときにまあ、イメージの世界とも関わりがあるじゃないですか、撮影行為自体も、うん、でその作品出来上がった作品自体が、うん、そのまあイメージ作品自体がイメージとなかなか言いづらいと思うんですけど、なんか新たな関係を今結ぶっていうのは、うん、今ちょっと聞き落としちゃったんですけど、それもイメージ新たな関係を作品が結んでいくっていうのは、うん、見る人 に解放、うん、その、ね、それが解放されて、うん、いろんな解釈をして、いろんな読み方をされ、いろんな風に受けられて、いくっていうことが新たな関係っていうことだと思います、うんうん、そう見られることによって、そうです、ね、だからこれはいいなと思ったものは、うんうん、もしかしたら不快なこととして関係を誰かと結ぶかもしれないし、こうだと思ったものは違う、うん、形としてみたいな、うんうん、そういういろんなその可能性を、うん、可能性というよりもそういうなんかこう、うんうん、ものだと思う、うん、流動的な、うん、それはものっていうよりはイメージであることからそういうことが起きるっていうことなんかな、うんうんうん、まあずっとイメージが何か、うん、反転じゃないけどなんかあっちこっちに、まあ、ずっと流れていくっていうことなのかしら、うん、そうそうですね、うん、なんかあそれでなんか、うんうんうん、そういうこと考えてると、うんうん、その、うん、歴史みたいなことなのかなと思います、うん、つまりは、うん、今始まったわけではないっていうことがあるんだと思います、うん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 、連綿たる流れの中のある一段、うんうん、一そうですね、局面とか断面としての今、うんうんまあ、ある領域として絶対に存在しているものっていうことではなくてないのか、うん、大きな流れの中の一つ、うんうんうん、一つだし一つであるっていうことに自覚的だと、うんうん、よりイメージというものは分かりやすいような、うんうん、分かりやすいってちょっとまた誤解を受けるかもしれないけど、うん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 、でもなんかそんなこと思った時があった、うんうんうん、
っていうのは今に始まった話では絶対ないから、うん、今エイジというものは、うんうんうん、自分が生まれる前にもあったし、うん、その前にもその前にもずっとあったわけ で、うん、でそれをこうあるポイントで生まれて、うんそれを見ている、うんうん、それと関わりを持っているみたいな感じなのかなと思うけど、うんうんうんそうだってなるほどな。つまりこれ、うん、話し始めるとなんかやっぱりその、うん、いや多分ねこれねなるんですよ、うん、そうなんですよ。聞いてる人にきっと伝わらない話だと思うんですよ。だと思うんですけど、まあ、うん、まあなんですかこの話を変えますか。でもねそろそろね時間なんですこれ。ちょうど今9時ぐらいなんですけど、まあ、最後の方やっぱイメージの話に入ったあたりから、すごく、難しい、まあ、結局そのイメージっていう言葉、うん、なんかある種実体として感じてるイメージみたいなものってあるじゃないですか。それとその言葉としてイメージ、うん、その像としてのイメージとかっていうののちょっと使い分けがうまくいか、うんうんまあ、いつもいかないんですが、うん、いかないまま、うん、でもそのうまくいかないこのなんかこうその前で這いずり回っている感じっていうのはイメージっていうものを語るときに必ず出てきて、でなんかそういうのはあうまくいかなかったねということよりもそれこそがそういうことなんだって思った方がいいような気がしていて、いるけどね。どうでしょうね、イメージにあどこで行ったりこう掴み損ねたりなんかそのそれやり取りすることがまあそうですね、うんうん、そのなんか私たちの滑稽な姿というのは、うんうんうん、これ映ってるわけですか、その非常に、うんうん、それを鋭く言い当てているというか、うん、そのものを言い当てるそうだと思う。なるほど。そうですね。いやなんか僕らその、うん、今全然この最後に自分らのこの話すわけじゃないんですけど、うん、波の声の波の音では風景をまあ、撮らなかったと、ほぼ撮らなかった、うん、ただ波の声ではちょっと風景を撮らなきゃいけないなと、うん、なんとなく直感的に思っていて、うん、ただその石川さんに質問したようになんか風景って撮れないかもしれないっていう、うん、そのいやいや撮れますよ撮れますかね、うん、ちょっと、でもそれもちょっと前一つなんか撮れる撮れないということから始まらない方がいいような気がしていて、それはきっと映るものですからきっとなんかそんなことだと思うけど、うん、カメラ単体でその完結させるものにしない方がいいかもそうだと思いますね、うんうんうん、最初に決まったことではない感じがあってきっとなんかすごい、うん、すごい全然違うことが風景だと言えることも来ると思うし、そうですね、うんうん、ああ風景撮るぞそうそうそうでもなんかね、うん、そうなりますよね風景撮り行くぞみたいなでもなんかそれ行くときはなんかそういう気持ちで行くと思うんですよね、ただでもその実際撮ったものと、うん、その実際映画の中で風景として描かれるものってのはきっと違うだろうなという気はするので、うん、まあそれも一つ今回そう、ねうん、撮れそうで撮れなそうで撮らなければならないような気がしているものではあると、ねうん、またちょっと、まあでも本当になんかまあ聞いてて分かったかもしれないですけど、まあすごくその僕たち、まあレクチャーに出させていただいて、なんか受けさせてもらって、すごく本当にためになったっていう言葉じゃないですけど、そうですね、本当に、まあ、結構パクってるというか、うん、レクチャーで言ってたことをそのまま、音とか波の声を作れているのは、まあ、本当に志賀さんのおかげっていうところもすごくあって、まあ、今日待望のそのなんか、まあ、本当にあの師匠に聞いてそうそうそう感じになりましたけど、そうなんです師匠になんか問答を仕掛けるようなんか課外授業的 な、なんかでも本当に、ね、今日こういうやって、まあ、お話直接できて、まあ、本当に良かったと。またちょっと、あの場所を変えて挑ませてほしいなと思っております。今日はどうも、はい、ありがとうございました。ちょっと時間が過ぎました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。